はい、皆さんこんにちは、みどりです。今日もまったり楽しくマインクラフトをやっていきます。今回は前回の続きでネザーウォート栽培施設の内装建築を行っていきます。で、前回外装を作った時になんで煙突を作ったかというと、この一番奥にね、暖炉を設置したいと思ってて、こんな感じで設置して、で、あのネザーボートはさ、ほらネザーの植物だからあったかいところで育つわけじゃん、マグマの中でね。だからその設定を勝手に生かして、こうネザーボートの栽培施設も炎でね、すごい温めて、そこでこうなんか温室じゃないけど、あ、忘れちゃった、いっぱい持ってくるの。あと2個いるね。こんな感じで栽培施設内を暖炉で温めて、それでネザーロボットがいっぱいこう育ってるみたいな、そういう設定をね、勝手に盛り込みたいと思って、今回は暖炉と煙突を作りました。よし、ネザーロボットも植えていこう。で、ちょうどここが隠れるように5個植えて、反対側も同様にポンタくんがいる。よし。で、ロールサンドはトラップドアで押さえたいから、ちょっとレンガブロックと合わせて温かみのある感じで、カシアのトラップドアにしようかな。よし。こんな感じでトラップドアを設置した。で、ここも土じゃなくってレンガじゃないとね。てか、ここもレンガにしちゃうか。で、奥明かり足りなそうだから、クロストーンも入れとこう。OK です。あ、外くらい、一回寝よう。危ない危ない。中で作業してるとさ、音がね、今何時か分かんなくなっちゃうね。おはよう。あ、竹がすごいいるけど見て見ぬふりしちゃう。で、ここ部分の床も丸太で入れていきます。頭皮の木の丸太だね。で、これは川は入るこう。この中心のラインはちょっと考えたんだけど、やっぱりね、明るい方がいいから、レッドストーンランプを設置しよう。レッドストーンランプね、あの床に設置する照明としてはすごいおしゃれ、なんか普通に床のデザインとしてもいいし、明るいしっていうのでね、すごいいいと思う。で、あとこの奥は光源隠したいからチェスト置いとこう。中で、ネザーウォートのね、あまり置いときまーす。うん。で、この辺りがやっぱりちょっと殺風景だから、どうしようかな。ちょっと、絵を飾ろうか。久しぶりに。その前にやっぱりちょっと不安だから、どうしとこう。よし。大丈夫。防具着てるし。聖なる力読んだから、これ。わ、なんかすごい全身着てたんだ、革装備。あ、そういえばこの子ね、あの、前回の動画撮った後に村で新しく見つけた黒猫ちゃんで、満月の夜にしかスポーンしない、すごいレアな子らしいんだけど、ちょっとまだね、お名前つけてないんで、拠点の方に来てもらってます。そしたら、絵画を2枚作って、OK。で、そしたら絵画を飾ります。同じ絵じゃない方がいいな。違う違う。よし。
ケー、こんな感じになりました。そしたら最後真ん中に、あ、そうそう、これこれ、やっぱり時計はね、ちょっとクラシックな感じのインテリアにしているから、最後ここに時計を飾ることでよりなんかこうインテリアのこうちょっとね高級感ある感じがこう出るかな。ネザーオートも育ってきてるね。よしよし。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これでネザーオートもどんどん収穫できるようになったので、次回以降はポーション作りに向けていろいろ準備を進めていきたいと思います。で、あと今回うっかり忘れてたんだけど、せっかくブレイズロッドもゲットしたからエンダーチェストもね、次回忘れずに作りたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。